えーと私たちからは東北大学大学院医学系研究科保健学専攻における専門看護師コースの概要についてご説明させていただきます。ご説明させていただきます、私は、がん看護学分野の助教の吉田と申します。そして一緒に紹介していただくのは、緩和ケア看護学分野で、がん看護専門看護師コースを受講しております、田村夏子さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。 ではまず本学におけるあの規定第2条2というところからご紹介させていただきますが本学においては高度な専門性を有し指導的な立場に立つ看護師で高度な保健医療福祉システムの確立 もしくは総合的な問題解決に貢献することができる行政機関等の管理者、または看護に関する科学的根拠の確立、もしくは優れた医療専門職業時に要請に貢献することができる研究者、もしくは教育者を育成するというところで、私どもの看護学コースの修士課程、博士前期課程においては、専門看護師コースの要請に対応した教育課程を設置しております。 で専門看護師とは何かというところですが複雑で解決困難な看護問題を持つ個人あとは家族および集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための特定の専門看護分野の知識および技術を深めたものということでこちらの 資格を取っていくには、日本国の保健師、助産師、および看護師のいずれかの免許を有していて、看護系大学院修士課程の修了者であること。また、 えー、臨床実践のにおける実務研修ですね、臨床実践が通算5年以上、そのうち3年以上は、その専門看護学分野の実務研修を受ける受けていることが必要になってきます。まあ、そこでこの修士課程というところで、えー、今回2年間しっかりと勉強していただくことになります。こちらの、えー あの能力といいますか、えー、こういった資格だったりとか、えー、研修の経験を得て、日本看護協会専門看護師認定審査に晴れて合格した場合に専門看護師になっていきます。まあ、専,門専門看護師に合格しますと、まあ、このようなバッジだったりとか、認定証というものが発行されて、まあ、このようなバッジをです、ね、よく専門看護師は、ネームプレートなどにつけているようになります。 専門看護師の機能ですけれども、専門看護師は特定の看護分野においてケアとキュアを融合した高度な看護実践能力を有することを認定された看護職者ですで。その役割としては、機能としては6つあります。まず1つ目、実践ですけれども、実践は個人、家族、または集団に対してケアとキュアを融合した高度な看護を実践する。で2つ目、教育です。 教育は看護職者に対しケアを向上させるため教育的機能を果たす。三つ目は相談です。相談は看護職者を含むケア提供者に対してコンサルテーションを行う。四つ目、調整です。必要なケアが円滑に提供されるために保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーションを行う。五つ目、研究です。 専門知識、技術の向上や開発を図るために実践の場における研究活動を行う。最後が倫理です。倫理的な問題、葛藤に対して関係者間での倫理的調整を行うということで、こちらのこう6つの機能がありまして、それらを機能させながら、看護の実践能力をあ、看護を展開していくことになります。 本学においては、3つの専門看護師の養成機関がございます。1つ目は、がん看護専門看護師で、緩和ケア看護学分野でこちらを担当しております。2つ目は、小児看護専門看護師で、こちら小児看護学分野で担当しております。3つ目は、精神看護専門看護師で、精神看護学分野で担当しております。 それぞれの専門看護師がございますので興味のある専門看護師のコースがございましたらそれぞれの分野にアクセスいただきますようにお願いいたしますはい。で、これで概要は終わりになりますで、次は田村さんの方から実際の学生生活についてご紹介いただきたいなというふうに思います田村さんよろしくお願いいたしますはい 吉田先生、ありがとうございました。私、東北大学、緩和ケア看護学分野の田村と申します。私の方から学生生活についてご説明させていただきます。私は臨床経験5年を経て、今、大学院生として、大学院に進学いたしました。進学して良かったこととしては、まあ、文献や、 論文などから最新のエビデンスを収集することが得意になったっていうことと、以前よりそれらのエビデンスに基づいた看護実践ができるようになったと感じております。また、大学院での授業はプレゼン形式のものが多く、効果的に人へ伝えるスキルが高まっている、身についてきていると感じています。教員や学生間でのディスカッションが豊富なため、学びが深まることや、 臨床実践や学術的に活躍されている方たちと学会や授業などでつながりを持つことができ自分自身の刺激になっているなと感じております。こちらは私の大学一年時の大学院1年時の、えっと、前期の授業のスケジュールになっています。結構見ていただくとわかる通り授業は そこそこ詰まっているなという印象を持つかもしれないんですけれども、と、プレゼンやディスカッションが授業では多かったので、空いた時間は授業準備に充てることが多かったです。これにも、これ以外にもいくつか、e-learning という動画の教材で受けなければいけない授業もいくつかありました。で、まあ、やや、ちょっとキツキツなスケジュールの中、とこう、大事なのはやっぱり生活リズムを 自分の中できちんとつけていくことが大事だなというふうに感じています。私が実際に過ごして一日の過ごし方、平日のスケジュールなんですけれども、だいたい夜は23時ぐらいに出て、朝7時ぐらいに起きるという形で過ごしていました。で、午前中は頭がクリアなことが多くて、効果的に、効率的に作業も進むなというふうに感じていたので、できるだけあの午前中のこの頭がクリアな時間に 学習をしたりとかあと授業準備を進めるようにしていました。あとはお昼は同級生たちと陰性室でワイワイと,と臨床のことだったり授業のことだったりを話しながらご飯を食べることが多かったです。あとは寝る前にはとしっかり自由時間を自分の中で設けていって、まあ、ストレスを発散するようにしていました。こちらが休日のスケジュールです。と平日の負担を減らすために休日にも資料作成をするようにしていました。 進学して大変だったと感じたこととしては、と臨床で看護師として働いていたときには、ほとんど持ち帰り仕事がない状況でしたが、入学すると授業準備や自己学習など、フリー時間をうまく必要があり、自分にちょうどいいスケジュールを体得するのに苦労しました。ここで私が思う、と自分に合った一日の過ごし方を見つけるコツとしては、 先輩から授業準備の方法などについて、あと入学したら情報収集すること、あとは自分が何にどのぐらい時間がかかるか把握すること、自分がどの時間が一番効率よく過ごせるのか把握すること、あとは疲れてしまってどうしてもうまく進まないときには、割り切ってもう休むというふうにして過ごすことが大事かなというふうに考えています。 また大学院生、私の同級生だったり先輩だったりは結構、退職もしくは休職して進学すること進学している方が多かったですで。結構皆さんあの貯金だったりとか経済的な不安をちょっと心配しながら進学したっていう方がまあ多かったかなという印象でした。 ただ CNS コースでは必要な単位数が多いのでアルバイトをする場合などに関してはまあ進学してから決めることを個人的にはお勧めしますまたアルバイトなどでは大学院の教員から紹介していただくこともあります、まあ、大学の方で授業料免除や給付型の奨学金などの制度もあるのでいろいろ調べてみるといいかなと思います とは入学前に勉強しておいた方がいいことについてなんですけれども私個人としては必ずやっておくべきことはないかなというふうに考えていますが、まあ、あえてあげるとするならば、まあ、事例検討の機会も多いので臨床の場面で困ったことや悩んだこと自信がないことを覚えておく,と覚えておく、まあ、メモしておくことがいいかなというふうに考えております。 また論文を読む機会も多いので、英語がある程度読めるように勉強しておくと良いかなと思います。私の方から説明は以上になります。ありがとうございました。はい。田村さん、ありがとうございました。 はい。田村さんの方から具体的なあの大学院の生活っていうことがあのご紹介いただいたので、あのほ本当にこう大学院生活ってどういうふうにこう送っているのか不安だったと思いますけれども、とてもあの具体的にイメージしやすかったんではないかなと思います。 あのぜひあの専門看護師コースにご興味ある方いらっしゃいましたらまずはあのその教室にアクセスしていただければと思います。でそこで、まあ、教員と相談したりとかあと大学院生にこう聞いてみたりしながらその進学っていうことを考えていただければと思います。では本日はご清聴いただきありがとうございました。